全国のドローンを愛する皆さん、こんにちは。プロドローンインストラクターの橋本龍です。今回はこのアプリを紹介したいと思います。ドローンフライトナビ、実は僕もよく使っているアプリなんですが、このアプリは自分が飛ばしたエリアが飛行禁止区域なのかエアポートの近くなのかというものを確認できるものですね。この赤いエリアというのが DID といって人口集中地区ですので飛行の許可が必要になります。この紫色で丸と縦長になったりしている組み合わせなんかは空港を表しているんですね。結構空港って細かいところいっぱいあるんですけど、ヘリポートなどもここには表示されています。でこのアプリの一番いいところ、小型無人機と飛行禁止法で飛行が禁止されている施設およびそのエリアが黄色い色で囲われてるんですよね。で小型無人機と飛行禁止法というのは固定された重要な施設、それに加えて一時的に飛ばしてはいけないエリアというものが指定されるんですね。これは期間を区切って場所を指定したエリアとなります。今ご覧いただいているのがパシフィコ横浜の近くが飛行禁止になってるんですけども、アフリカ開発会議の開催に伴って期間が定められて場所を指定されています。こういったことが小型無人機と飛行禁止法には頻繁に起こるんですよね。で他の動画では国交省のページをよく見てくださいとあるんですけども、あくまでも参考程度なんですけども、このドローンフライトナビというのが頻繁に更新されるのでとても便利に使っています。このアプリ実は無料なんですよ。で最近なんですけども広告が出るようになったんですけども、そんなにこう頻繁に広告も出ないので煩わしさは感じないです。地図だけ、写真と地図を合成したもの、写真だけという形で選べるのでとても便利です。今回短い動画だったんですけども、いかがだったでしょうか。この動画がいいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。アナリティクスというデータを見てると、チャンネル登録されてない方が結構多く見ていただいてるんですよね。もしよかったらチャンネル登録をお願いします。それでは皆さんのドローンライフが充実しますように。バイバイ。